け。한정이아니야내가죽어도조직은영원해죽어봐라しっかりしろ。おい。子供を頼む。安心しろ。俺は奴らとは関係ないんだ。こっから逃げるんだ。その子を渡せ。オジマ、アイナ절대못줘。やめろ。이건나죽게내버려줘。何の罪もねえ子。死なせちゃいけねえだろ。あれからもう20年以上経つのか。한정이아니야내가죽어도조직은영원해죽어봐라騒ぎ上がって、そんなことで俺たちがビビるとでも思ってんのか。待て、てめえらだ。この辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラってのは知ってるのなら話が早い。店の金全部出せ。てめえらに渡す金なんかね、力ずくで奪うんなら俺を倒してからにしな。度胸ある日本人ね。てめえらよそもんにこの町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。さすが店長、すごいっすね。物騒になってきやがった。また1年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねえんだが、桐生さんがいてくれりゃ。おやすさん、
スターダストの前で揉め事があったそうです。相手は関西もんか？いや、たちの悪い外国人だそうです。そうか。若いもんに様子見させますか？放っておけ。しかし近頃わけのわからん連中が。放っておけと言ってんだろ。はい。何が発端で戦争の火種になるかわからねえんだ。関西は本気で関東進出を。近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ。向こうからすれば面白くはねえ。下手すりゃ東と西の全面戦争になるかもしれんが、今はその時期じゃねえ。若いやつにきつく言っておけ。勝手に跳ねるんじゃねえとな。はい。こっちから仕掛けるか、待ち受けるか。桐生、お前ならどうする？あれから二十数年、俺たちはこの時を待ってた。わしにはあんたらの過去などどうでもいい。早いとこ派手にドカンと花火打ち上げてくださいや。そう焦るな。これは闇に葬られた仲間の恨みなんだ。俺たちは待っていたんだ。復讐の時をただひたすら待っていたんだ。そのようなこと知ったこっちゃないわ。余計なおしゃべりしとって盗み聞きされたりしてはりませんでしょうな。問題ない。私はこの道のプロだ。盗聴することはあってもされることはない。まあいい、これだけは言うとくが、わしとあんたら仲間やない。カムロ町を火の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、分かっとるな。まあ期待していてくれ。火の海にするだけじゃ物足りない。それだけじゃ無駄死にしていった連中は浮かばれやしない。でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。こんな奴に好きにさせてたまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせる。やめろ、やめるんだ錦木。夢か。どうしたの、怖い顔して。なんだ、はるかか。どこ行ってたんだ。どうしたその花束。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああ、そうだったな。おじさん、お腹すいた？すぐに朝ごはん作るね。ああ、俺も手伝うよ。いいって、私一人でできるから。この一年で上達したんだからね。そうだったな。
ここからはわし一人で。しかし関西の連中に待ち伏せされていたら。ここは人の魂が安らかに眠っとるところや。そこを血で染めるような下品な真似はせんやろ。しかし柏木の頭から保護に抜かりはないようにと言われておりますので。一人で差しで話をしたいもんがおるんや。お前らいつでも道具は抜けるようにしとけ。はい。お母さん、はるか買い物に行ったりご飯作ったり、キリュウのおじさんと楽しくやってるから安心してね。おやっさん、どうして自分だけが残っちまったんでしょうか。しかし仇となった今は、はるかを立派に育て上げるつもりです。四代目寺田、お久しぶりです。一人で来るとは不用心だな。若いもんは向こうで待たせてあります。どうしても四代目にだけはお話ししておきたいことがありまして。四代目はよしてくれ、俺はもう仇だ。で、何の話だ。実は近江連合の合田会長と杯を交わそうと思っております。杯？近江連合との全面戦争を避けるにはもはやそれしか方法が。そこまで東条会は追い詰められているのか。1年前のあの事件で東条会の内部はガタガタです。戦争となればまた多くの血が流れ、東条会は近江連合に乗っ取られてしまいます。それだけは何とか避けたいと。お前と合田会長では格が違う。向こうがその話を飲むとは思えんがな。十二分に承知しておりますが、しかし寺田、東条会の五代目はお前だ。仇の俺が口を挟むことじゃねえ。先代なら東条会のこの危機をどう乗り越えるか、ご意見をお聞かせください。先代。何の真似だ。寺田藩の首いただきに来たんや。関西の送り込んできた鉄砲玉か。東条会のボディーガードは脇が甘いですな。うちの組員たちの。あとは穴掘って埋めるだけですわ。なんやと。ここは墓地や。運ぶ手間省けてええんとちゃいますか。はるかと逃げてくれ。しかしその体に東条会の未来がかかってんだ。俺が相手になってお前らに極道の礼儀ってもんを教えてやるぜ。